ではそのディナーインアメリカをご紹介させていただきます。昨日から、シネリーグル梅田ほかでの公開で、この映画も PG-12 指定になっております。かなり低予算で作られているんですけれども、評価が高くてですね、アメリカではなく日本の方が先行公開になっているんですよね。でアメリカの片田舎で出会うはずもない男女が恋に落ちて、社会の偏見も何もそうということで、その偏見を吹っ飛ばすアナーキックラブストーリーなんですよね。で孤独で臆病な少女パティ、この彼女が主役なんですけれども、過保護に育てられて自由に行動ができなくて、もう単調な毎日を送っているんですよね。で唯一の楽しみって言ったら、自分の部屋に入ってパンクロックをガンガンにかけて踊ってっていうのがもう一番の楽しみな少女、それがパティなんですね。そんなある日ですね、警察に追われる不審な男サイモンと出会いまして、この彼をなぜか家に囲うことになるんですよね。で実はこのサイモンこそがパティの愛するパンクバンドサイオプスのリーダー、覆面のジョン・キューだったということで、ずっと覆面しか知らないので、パティは最初全く分からないんですよ、この人はその自分の大好きなジョン・キューだったっていうことが。でもとにかくこの2人は最初にギクシャクしてるんですけれども、互いに社会のはみ出し者だっていう、もう家族とか周りの人から相手にされないっていう、そういう苛立ちとか孤独感とか自分の心の休まる居場所がないっていうところがすごく似てて、だんだんそこに気づいていくんですよね、2人が。で次第に心を惹かれ合う姿っていうのが描かれているんですけれども、自身がバンドマンで、この作品の監督、脚本を書いておりますアダム・レイマイヤー監督なんですけれども、今の自分を形作ったのがこの90年代のパンクシーンに捧げるラブレターなんだっていうふうにおっしゃってるんですよね。ですから90年代の舞台になってますので、なんとなく懐かしいっていうような、そういう感じもあって、やはり自分がパンクが好きだから、そこに捧げるラブレターっていう、なんかそれすごくよく分かるような映画だったなっていうふうに思います。でユーモアもありますし、そのパンク精神に彩られた恋愛物語で、いわゆるインディーズ映画なんですね。インディーズ映画界からもう久々に現れたその渾身の一作だっていうふうに評価されているわけなんです。で私は普段からパンクロックっていうのはほとんど、まあ、全然って言った方がいいぐらい聞かないんですけど、いやこの映画ついていこうかなと思いながら見始めました。で登場する人たちがですね、この2人の主人公以外の人も全て変わってるんですよ。なんか理解できない私っていうような人ばっかりが出てきてて、もう全然ついていけなかったんですよ私。あ、ダメ、私絶対ダメこれと思いながら見てたんですけれども、そのカイル・ガルナーが演じますサイモンっていうこの男の人がですね、もう全てに突っかかるんですよ。なんでっていうぐらい突っかかるんですよね。でもうパティにひどいことばっかり言うんですけれども、その地味なパティを破天荒なサイモンがもうよからぬ方向へ持っていくんじゃないんだろうかってこうハラハラしながら私見てたんですが、その不器用な2人の心の変化っていうのが見てるうちにこう素直になんか入ってくるんですよね。でなんか途中から頑張ってよあなたたちってこう応援したくなるんです。で見終わった後に、ああ誰かなって思ってた作品が、ああいい映画だったなっていうふうに思えるから不思議なんですよね。もうね、気がつくとね、ぐいぐいこう引き込まれていってる自分にびっくりしたっていうのがこの作品なんです。でこのアダム・レイマイヤー監督とミュージカル俳優で今回映画初主演となるエミリー・スケグスっていう名前のこの方、ミュージカル女優なんですが、今回このパティの役を演じてて、本当冴えない女の子っていうのを体現してるんですよね。でちょっと気持ち悪いかなっていうような雰囲気も出してるっていう。で舞台俳優としてかなり賞をこの方は取ってる方で、ああそうなんだ、だからだなっていうふうに思いました。でこの監督とエミリー
くしたっていうウォーターメロンっていう曲が後半歌われるんです。でこ のエミリーさんが歌ってるんですけど、これがまたいいんですよね。もう音楽自体は可愛いんですけれど、その歌詞がパンクそのものなんですよね。でその歌を聴いてると、それ歌だけじゃなくて映画全体なんですが、ファンって始まるアメリカの映画で良くない言葉ってありますよね。ファって始まる、その言葉が何回出たでしょうかっていうぐらい出てくるっていう映画でもあるんですよね。でかなり刺激的で異色な作品です。でもね、私みたいにパンクをあまり聞かないで、パンク精神がわからない私でも見てて、あ、面白いと思った作品ですので、最終的には純愛映画なんです。あ、こんな純愛あってもいいよねっていうような作品なんですね。ですからこのサイモンってなんかもう突っかかってばっかりいるんです。いざ喧嘩になるとすごく弱かったりとかで、2人でもうすごく楽しむシーンがあって、初めて2人がこんな楽しい時間を過ごせるなんて今までなかったっていう、そこでどん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 2人がこう絆が深まっていく。でこのウォーターメロンという曲を聴いて、サイモンがもともとパンクの歌手なんですけれども、もう素晴らしい、君は素晴らしいって言って、もう音楽でもこうつながっていくっていう、そういうところの素晴らしさっていうのを皆さんご覧になっていただきたいと思います。でこの制作に携わっているのがナイトミュージアムの主演を演じましたベン・スティラーなんですよね。ですからどっかこうコミカルで面白くって、そしてグッとこう自前に持っていくっていう、いやーこれはなかなかの作品でございました。昨日からシネブリーブル梅田での公開、PG12指定ということで。